撮影させていただきますんで。あ、どうぞ。いいです。浜松駅前を通行中の皆様、こちらは浜松市中区市議選候補、佐藤由美の選挙隊でございます。いよいよ明日9日日曜日、選挙の投票日となりました。本日は佐藤由美最後のお願いをこちら浜松駅頭で、させていただいております。しばらくちょっとお騒がせいたしますが、何卒ご勘弁をいただけたらと思います。佐藤由美が、この市議選に立候補するということを、決意いたしましたのは、この上りにも書いてありますように学校のいじめ問題、そして単にいじめ問題だけではなくて、そのいじめの被害者を児童相談所が、学校が児童相談所と結びついてですね、児童相談所に連れて行って、それ子どもを児童相談所に押し込めてですね、いじめを隠蔽してしまう、つまり学校と児童相談所が、まあ、要は連携プレーでですね、いじめを隠すという非常に、ひどい状況が、起こって、とても耐えられない。なんとかこういった政治を、浜松市の政治を変えなければいけない。浜松市の教育委員会と浜松市の児童相談所との、連携でですね、子どもの権利が侵されている、子どもが好きなようにいじめにさら、されている、そういった状況を変えなければいけないという決意からですね、この度、立候補をしたわけでございます。浜松市の中でですね、無所属の、女性候補ということで、頑張っております。大きなその中で目的というのは、何と申しましても、まあ、その一つはですね、児童相談所問題を何とか解決しなければいけないということなんですね。児童相談所というとですね、皆様は何か子どもを守ってくれるいい役所じゃないか、子どもを 虐待から守ってくれるじゃないか、もっと増やさなければ、もっと職員をもっとたくさん雇い入れなければいけないじゃないかというふうに思っておられる方もいるかもしれません。特に最近子ども庁と家庭庁というのができまして、そういったような動きが出ておりますが、それは全く間違いです。児童相談所は子どもを守る役所では全くありません。じゃあ何のための役所なの、それにはいくつかの深いわけがあるんですが、あまり今日は長く選挙ですので長くお話しできませんから、決断だけかいつまんで申し上げますとですね、子どもを出しにして金儲けをする役所なんです。いいですね。児童相談所って、ね、子どもを守るところじゃないんですよ。子どもを守るという、まあ、看板は掲げてきますが、昔の中国のことわざに妖刀苦肉という ことわざがありますね。羊の頭を、看板に掲げて、実は犬の肉を売るという非常に悪徳な肉屋さんを例えたものでありますが、まさに子どもを守るという看板を掲げてですね、実は子どもを駒にして、あるいは子どもを出しにしても言ってもいいかもしれないけども、子どもを出しにしてですね、お金を儲ける、予算を設けるところなんです。なんかこうデタラメ言ってるじゃないかと思うかもしれませんが、そうではありません。2019年に国連の子どもの権利委員会がですね、日本政府に対して発出した、韓国日本に、対する総括書簡というんですけども、その韓国のですね、28項というところにはっきり書いてあるんです。児童相談所はですね、子どもをたくさん家族から引き上がしてくるという強い経済的インセンティブがある疑惑があるというふうに、これ国連が言ってるんですよ。私が言ってるんじゃない。国連がつまり金のために子どもを家族から引き上がしてくる、やってるんじゃないかということを言ってるわけです。いや、そんなこと言ったってうちには関係ないねというふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。ところがそうではないんです。児童相談所がいつどのように子どもを家族から引き上がしてくるかというのは全くわからないんです。いつ地震が来るかわからない、全くわからないです。天気予報と違って地震予報というのはありません。ある日突然地震というものはやってきます。それを予知するということはできないんです。それと同じように、児童相談所のが、子どもを家族から拉致していくというのは
いつ起こるかわからない、そこにお子様連れた、可愛いお子様連れたご家族いらっしゃいますよね。とても可愛いお子さんです。そのお子さんがいつ児童相談所に拉致されるか連れて行くか行かれるかわからないんですよ。あるいは今うちまだ子供いないけど将来子供もうかしらと思ってる若いお母さん、あるいは将来のお母さんいらっしゃるかもしれませんね。ところがですね、最近子ども家庭庁なんていうのができまして、伴走型支援というのをやってます。伴走型支援というのはなんか、市役所の保健師さんがですねずっと寄り添ってですね、なんか悩みないですか、不安ないで子どもが生まれてから不安ないですかとかいうふうにですねこう聞いてくれる。あら、ありがたいわ、そんなに親切に私の子どもを思おうとする私のことを思ってくれるのかしら、これは素晴らしい少子化対策ね、などと思わないでください。さあ、これには深い深い裏があるんです。情報が、例えば私は、育児に不安なんです、子供が生まれてからちょっと経済的に苦しいんです、言ったらどうでしょうか。それを秘密にですね、児童相談所のアセスメントシートというものに保健師さんが印をつけるんです。お金がちょっと足りないので育児に不安があるというようなところに印をつけたりするわけですね。で、子供が生まれるとどうなるか、ちょっとお母さんがですね、かわいいかわいい赤ちゃん、でもお母さんも、手洗いに立ちたいこともありますから、ちょっと手洗いトイレに行く、そうしたらその隙を狙ってですね、児童相談所にやってきてですね、その子供をパッとさらっていっちゃう。なことないでしょ、日本はもう遅かったでしょ。違います。そういうことを日本はですね、児童福祉法という法律がですね認めてるんです。そこで国連はですね、この前2022年昨年ですね、11月の末にさらに児童相談所について勧告を出しました。何と言ったかと言いますと、その子供を児童相談所が勝手に育てていくようなですね、児童福祉法は人権侵害だから、賛成以外にこれいないんですね、これをやめさせるように法律を改正しなさいという勧告を出したんです。賛成以内ですよ。ちゃんと例えば親の意見を聞きなさい、きちんとした基準を設けなさい、裁判所の審査を全て全件について受けなさいなどというふうな、です。そこに可愛らしい赤ちゃん抱いたお母さんもいらっしゃいますね。その赤ちゃん、いつになったら児童相談所がさらっていくか分かりませんよ。よくよくご注意ください。児童相談所はですね、そしてお子さんをいつさらっていくか分からない、そんな怖いことを、そんな中性並みの人権侵害をしてはいけないというふうに国連は日本政府に対して勧告したんです。ところが日本政府はそれをまるっきり無視してですね、子ども家庭庁などを作りまして、いかにも子ども真ん中というふうなですね、政策を推進しているかのように、市民をごまかしています。少子化対策だとか言ってますね。もう少子化対策、あれ自民党岸田内閣素晴らしいんじゃないの、少子化って言うんだったら子供を産もうとする我が家にも少しぐらいは児童手当とか増やしてくれるのかしら、所得制限やめるとか言ってますから、あるいは出産の一時金を、もっと増やしてくれるかしら、あれほとんど病気に取られちゃうんですけども、まあとにかくそういうふうに淡い期待を持っていらっしゃる方もいるかもしれません。しかしそれは違うんです。少子化対策、一体誰の少子化対策か、確かに日本で少子化が進んでいるのは事実です。子供を出しにして金儲けをしようというですね、そういった人たちも少子化で困っているんです。子供がいなくなれば児童養護施設に入ってくる子供も少なくなる。そうすれば児童養護施設というか子供を児童相談所から分けてもらって、それを自分のところに収容して、そして我々の血税から措置費というのをもらって経営を成り立たせるね。ホテルがですね、ちょうど客を宣伝して集めてですね、それによって、客からホテル代を受け取って経営を成り立たせていると同じことなんです。ただ児童養護施設が違うところは、ホテルだったら丸々インというホテルだったら宣伝しなければ参加しませんけれども、ところが児童養護施設は少子化対策、子ども家庭庁とか言ってですね、政府を使って宣伝するんですね。そして子どもをたくさん集めてくる。少子化ですとその子どもが減ってしまいます。それは困りますね。そこで児童相談所をもっと増やす。児童相談所がどんな理由でもですね、どんどん子どもを家族から引き出してこられるようにする。
そして子どもをどんどん増やしてですね、そして児童養護施設のベッドをいっぱいにする、これがですね今政府が考えている子ども家庭庁なんていうのが考えている少子化対策なんです、そこのお子さん可愛らしいですね、でもそのお子さんについてだったら児童相談所に連れていかれるか分かりませんよ、そうならないためにはぜひこの佐藤由美に、一票をよろしくお願いいたします。そういったことをさせないためにはぜひとも皆さん明日の投票日にはですねこちらにいる佐藤由美にぜひとも一票をお願いしたいと思います。中区の有権者の皆様、佐藤由美は中区から立候補していますので、浜松市中区の有権者の皆様ぜひ明日の投票日にはですね佐藤由美と投票用紙にお書きください。佐藤由美自身ですね、児童相談所の被害者なんですね。佐藤由美の、かわいいお子様、それが学校でいじめに遭いまして、そしてそのいじめを隠蔽するためにですね、学校が児童相談所にするんでですね、お子様を児童相談所に、拉致してしまった。それで今まだお子様に、戻ってこないというようなですね、家族がバラバラにされているという、そういう児童相談所被害者なんですね。ですからその児童相談所被害者はこれ以上増やしてはいけない。その可愛らしいお子様でいらっしゃるお母様、そのお子様いつになっても児童相談所に拉致されるか分かりませんよ。そうならないためには佐藤由美にぜひとも一票をお願いいたします。児童相談所被害者は被害者としてですね、やはり自分の足を踏まれた痛みというのはその被害者が一番よく分かるわけですね。佐藤由美はですね、その被害者たち、児童相談所の被害者のですね、痛みというものを非常に、自分の体で分かっている、そういう候補者であります。ですから、皆様のお力で佐藤由美を浜松市議会に、入れていただきましたら、児童相談所をですね、また恐ろしいところじゃないようにするために、教育委員会や学校をですね、もっとですね、ちゃんと親の意見を聞く、子どもの立場を守る、家族を守るという、そういったようなところに変えていくということをするわけです。そのお子様、いつになっても児童相談所に立ち去るか分かりませんよ。いいですか？そうならないためには、佐藤由美に一票をお願いいたします。今は、この日本はですね、安心して子育てができない社会なんです。なぜ安心してできないか。いつ学校でお子様がいじめに遭うか分からない。いじめにあっても学校が適切に対処していただけるんだったらまだいいです。ところがそうじゃない。一旦いじめが起こるとですね、学校は適切に対処するどころか、むしろいじめの被害者をですね、邪魔だからといって児童相談所を使って追い出そうとする。それがまさにこちらの今浜松市議会におっしゃる佐藤由美が受けた児童相談所被害なんです。いじめを覆い隠すために、児童相談所も使う、全然子どもなんか守ってないじゃないですか。児童相談所はむしろ子どもを使ってですね、学校のいじめを学校のいじめをですね、もっと促進するように動いてるじゃないですか。だから子どもの権利を守るだとか、子どもの真ん中だとか、真っ赤な嘘ですよね。それが本当の児童相談所の姿なんです。児童相談所は子どもを守るなんて騙さないでくださいよ。児童相談所は子どもなんか守りません。何を守るか、学校を守ります。いじめ被害をですね、起こした生徒をそのまま児童相談所に送っていじめを隠そうとする、隠蔽しようとする、そういう学校を守るんです。それによってですね、児童相談所自身もですね、たくさん予算がつく。そして児童相談所長は児童養護施設だとかそういうところに天下りができる、定年後の第二の人生が保障されるということですね。年金も安いので年金だけでは生活できない。そこで児童相談所、児童養護施設長になりたい。そのためには日頃からですね、児童相談所長だった時から児童相談所が拉致してきた子どもをですね、次々と児童養護施設に回さないと自分の第二の人生が安泰じゃないんです。年金では生活できないんです。安いですからね。そういうことをやってるんです。なんで児童相談所長の将来第二の人生のためにうちの家族が破壊されなきゃいけないの。でもそういうことをやってるんですよ、児童相談所って。から
全然子供を守るところじゃないんですよ。児童相談所長の、第二の人生を保障するために子供を拉致する、家族を破壊しても構わないということです。だから子供がですね、例えば深刻な凶悪虐待事案で殺されたりしてもですね、本音を言うとそんなことは関係ないんです。だから児童相談所にこんなにたくさん予算がついてもですね、全然子供の虐待死っていうのは減らないじゃないですか、なくならないじゃないですか、ね、だからそれは本当だったらもう児童虐待防止法とかできてからもう22年にもなるわけですから、もっとですね、児童虐待者であるっていうのは根本的にゼロに近づいてもいい、完全にゼロに近づいてません。毎年毎年50人ぐらいの子どもが児童虐待で亡くなっているという、政府の統計があります、ね、全然児童相談所なんか役に立ってないんですよ。じゃあ何の役に立ってるのか、金儲けをすることなんです。子どもを家族を破壊して子どもを連れて行って、そして同時にいじめを隠蔽しようとする学校を、守ってですね、そして自分たちの予算を増やす、それがですね、自分たちの利権のためにやってるんです。国連はちゃんとそれを気がついててね、それで2回も子どもの権利委員会と人権委員会に2回も日本政府に対して、もっと児童相談所なんとかしろ、人権侵害してるじゃないかって言ったんです。そこのお子様可愛らしいですね。でもいつ児童相談所に出されるか分かりませんよ、気をつけてくださいね。そのためには佐藤由美、できたも佐藤由美をよろしくお願いします。児童相談所と戦う佐藤由美、教育委員会と戦う由美、佐藤由美、そして、そのために安心して子育てできる浜松を作る佐藤由美、ぜひともですね、明日の投票日には佐藤由美にですね、よろしく、お願いいたします。投票用紙にぜひ佐藤由美とお書きください。それによって浜松市の皆様はより安心して子育てができる、そういう浜松市にすることが、できます。国連からも繰り返しですね、各国向けてもうこの児童拉致はやめろ、親の意見も聞かないで勝手に子供を連れ去るようなですね、そういった児童相談所は何とかしろと言われてるんです。しかし日本政府は何ともしない、何にもしない、なぜ何にもしないか、それでお金を持っている人たちがいるんですよ。コラボと一緒ですね、いかにも貧しい女性を、困った女性を助けるとか言いながら、実は自分たちが公金注入していたということが今大きく東京で問題になっておりますけども、それと同じことをですね、浜松市の教育委員会もやってるんです。浜松の児童相談所もやってるんです。それをやめさせるためには佐藤由美、浜松市中区の、女性部所属候補佐藤由美にぜひとも、皆様明日の投票日にはですね、一票よろしくお願いいたします。東京用紙に佐藤由美とお書きください。それによって皆様安心にして子育てができる浜松市を作ることができます。佐藤由美、佐藤由美をぜひともよろしくお願いいたします。